はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。ヨドバシカメラさんから届きました。はいこれはですね、これなんだなんだなんだ、リミテッドヴィンテージのなんだったっけな、なんかの乗り場ですあれタクシー乗り場だったかな、確かなんかそういったやつが今日届くはずだったんで、今ねちょっと開けても確認しますね。何か分かってない自分がすごいと思うんですけど、あーとなんだこれ、はい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 、あこれね、はいわかりました、やっぱり合ってましたね。はいこちらですね。はい改めまして今回はですね、トミカリミテッドヴィンテージネオのジオコレ64シャープカースナップ 04A のタクシー乗り場、こちらに行ってみたいと思います。はいまたね、もうこのジオコレシリーズといえばね、映えるね、もうとにかく映えるね、この素晴らしいジオラマのセットになってます。で今回はねタクシー乗り場ということで、もちろんあの車両はねタクシーがついてて、でこれは運転手さんなのかな、あとそれ以外に旅行する人みたいな、なんかねキャリーバッグとか、あといろんな人ね、この乗り場の感じが出るねフィギュアがあって、乗り場の看板に、あとこれが乗り場のパーツだと思うんですけど、いや今回もね素敵なねセットなってそうで、漢字はこうなってるのかな、これねフィギュアと、あと建物ね、まあ建物ほんと簡易的なものなのかな、うん、映えるミニカーいいですよね。このシリーズ本当作ってくれてね、もうすんごい嬉しいんですよ。本当ねこんなショットねすごく簡単に撮れちゃうんで、さあそれではね今回もね絶対素敵なので、ではではもう開けていきましょう。ちなみにこれ車両自体はなんだ、クラウンコンフォートね、クラウンコンフォートといえばもう本当タクシーのもう定番と言っていいでしょう。僕のあの後輩にあたる人の友達がなんかクラウンコンフォート、黒のコンフォート買ってなんか走ってたらね、おばあちゃんが手を挙げて勘違いしたっていうね、まあそういうエピソードもあの本当か嘘か知らないですけどね聞かされました昔ね。さあそれではね行きましょう。おいいね。で、あ今回はこれまた映えるんじゃないのこれ、おーね背景が都会です。これどこでしょう、東京かな東京、単純に都会といえば東京っていうね、もう僕の勝手なあれなんですけども、でこちらがなんか説明書みたいな感じのものが入ってるんで、よいしょ、多分乗り場の組み立て方だと思いますね。確認しておきましょうね、福袋の紙に、はいこんな感じでね、まあ簡単に組み立てれると思います。これが乗り場の組み立て方と、バス停用屋根とかもあるのこれ、これまたあの今度発売されるあれかな、バス停これ組み合わせることできるんですかね、バス停とね、まあいやいやとりあえずではちょっと行きますか。もうこのシリーズはとにかくね本当にすごいんでさあではでは行きましょう。じゃあまずねとりあえず車両から行きましょうかね。はいこちらですね、言っても僕はミニカーコレクターなのでここからチェックしていきます。はい今回の車両はねクラウンコンフォートタクシーですね。まあよくある黒色じゃなくて今回はこれ白色になってるんですけども、はいフロントの部分こんな感じです。グリルはシルバーメッキです。でヘッドライトはクリアパーツで、で結構ねこのね内側もねいい感じでね再現されてますよね。でナンバーは緑色で塗りつぶされてます。でボディカラーがねほんとソリッドのホワイトですね、非常に美しい。でこの上にはねこれタクシーのねこれ看板って言ってるのかな、これもちゃんとついてて、本当ねもうパッと見めっちゃタクシーですね、そりゃそうだで側面ね横見てみるとこんな感じになってます。はいこちら個人タクシーになってますね、このようにドアの部分に書いてます。で前にはここは中型の文字かな、こんな感じでプリントで入ってて、でホイールの再現性も結構しっかりしますよね。であここちょっと小さいんで後で大きくしてね確認したいと思うんですが、なんか張ってる、うんいいねいいね、この感じがね本当タクシー感すごいねすごいすごい。で後ろ行きましょう。はいテールの部分ねこのようになっております。テールレンズもクリアパーツですね、非常に綺麗ですね。オレンジ、クリア、赤かな、上からその順番にクリアパーツで作られてるんですけども、見応えあるね、綺麗です、本当に美しい。でバンパーもちゃんと作られてて、でナンバーは緑ですね。であとトヨタのエンブレムと、この右の部分ね小さいんで後で拡大しますが、クラウンコンフォートと書いているはずです。で反対側の側面ですが、こちら側ははいこうなっておりまして、この面も各種ねこうシールとか、あと個人タクシーの文字ですね、このようにしっかりと書かれてます。で上から見るとこの面シンプルですね、真っ白ですね。はいこんな感じになっていって、くるっとねそこの部分ははいこのようになってます。であちゃんとここねマフラーの塗り分けとかもされてますね。でこの車両ですね、ギミックの方はねサスペンション機能のみがついてます。でまあ一応手転がしもすることができますね。はいということでまずね最初ですね、もうタクシーといえばクラウンコンフォートです。こちらトヨタのクラウンコンフォートタクシーでした。いいですね、白も結構いいね、うん黒も欲しくなるけど
素晴らしいね、車両に仕上がってましたね。でタクシー以外のフィギュアとかそういったものを見ていくんですが、今ちょっとねバラってなっちゃってもう適当に見ていきましょう。まずはい、これがはい、こちらがね乗務員さんです。はい、このようになってますね。白いシャツに黒いパンツ、まあタクシーの運転手さんっていう感じはすごくね伝わってきます。特にこう帽子とかかぶってないんですけども、はい、このようにちょっとこう腰を曲げているような状態になってますね。あ、手を差し伸べてるんで、なんか案内でもしているんでしょうか。まあこんな感じのねしっかりしたねフィギュアいいですね。まず乗務員さんで、次によいしょ、ちょっと置いといてと、ここで転がってるこの人行きましょう。これが一応ね通行人ですね。通行人ね、そのまんまですけどはい、このようなちょっと腕袖かな、袖をまくったシャツですね。グレーのシャツの袖をまくったお兄さんですね。下はジーパンでしょうか、ブルーになってます。で白いスニーカーですね。で、あ、これなんだ、これ MacBook か、こうシルバーに輝くね、多分ノートパソコンをこれ抱えているんだと思いますね。カバンかな、でもこんなギンギラなカバンなかなかないと思うんで、勝手に MacBook Pro という僕はしておきます。はい、はい、こんな感じ。2体目通行人で、3体目がと、よいしょ。はい、こちらがね、旅行客ですね。これはお姉さんになるのかな、白いシャツに、黄色のスカートを履いていらっしゃいますね。で、これ多分ね、肩掛けカバンだと思うんですけど、ちょっと紐のようなものがついてないんで、なんとも言えないんですけど、はい、こんな感じになってます。いいですね。お姉さんもね、ロングヘアのお姉さんね、しっかりと作られております。うん。素晴らしい。で、お姉さんが引っ張るはずのキャリーバッグが、あ、ここにあった。よいしょ。はい、こちらがね、キャリーバッグ、ピンクのキャリーバッグですね。はい、このようになってます。おっとと、ちっちゃいんでね、気をつけたいです。まあ、表面のこのデザインはね、ちょっとこう、作り込みされてていい感じですね。で、お姉ちゃん、キャリーバッグ持たないとこ、立たないのかな？これのセッティングがすごい難しそう。ちょっと後でやろう。すごい。このフィギュアね、繊細なんで、結構ね、立てるのがね、難しいんですよ。で、4体目がね、こちら、タクシーを待つサラリーマンです。はい、こんな感じで仕事終わりでしょうかね。こんな黄色い感じの、こうベージュカラーかな、こんな感じのね、スーツを着て、ちょっと手をこう伸ばしているサラリーマンさんですね。結構身長高めですね。はい、くるとこんな感じ、黒いバッグを持っております。いいですね。こちらも非常にリアルなフィギュアです。で、あとは、タクシー乗り場の縦看板。ちょっと全部出しちゃおうか。よし。出して。はい、これがまず縦看板ね。土台に看板を差し込むだけで、このような看板が出来上がると。タクシー乗り場と書いてますね。まあ、シンプルなものなんですが、もう立派です。はい。こんな感じのね、しっかりと立ってくれるタクシー乗り場の看板です。で、あと、ここに入っているのが、これが、あ、これはね、ちょっと置いとこう。フランコンフォートのね、あれですよ、ボンネットにつけるサイドミラーですね。これはちょっと置いとく、つけれない僕は技術ないぞ。で、こちらが、あ、なんか立てれるようなあれですよ、パーツ入ってるあれなんですよ。ちょっとね、なんかお姉さんとかね、どうやって立てんのかなと思ってたんですけど、ちょっと嬉しいですね。これは良かった。ちょっとね、足の型がついているね、土台というか、こうプレートがついてるんですね。多分立てるのすごく簡単になると思うんです、これで。とりあえずこの袋の中ね、まずこれ、こちら支柱のパーツですね。シルバーの支柱が3本と、あと今言った通りこんな感じのね、フィギュアのこう足をはめ込んで安定させるプレート入ってますね。クリアタイプ2枚あるんで、1つがこう通行人で、1つが、旅行客の、おっと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 、はい、こんな感じのね、こちらが通行人のプレートだと思います。はい、このように2枚あった、よかった。で、タクシー乗り場ね、のパーツが、よいしょ、入ってるんで、出して、組み立てていきたいと思いますが、これ結構なんか綺麗ですね、これ。はい、これが屋根ですね、屋根。はい、このように、ちょっとこう、半透明、こう、くすみのかかった、ガラスのような素材、トタン屋根なのかな？はい、こんな感じの屋根のパーツですね。シルバーの枠があります。まあ、結構質感高めですね、これね。で、これが土台ですね。なんか、あれですね、あ、ちょっと共通する。ところがありますね、これまでのシリーズに。こんな道路見た、ちょっとやっぱトミカタウンに近いものがあるんですけど、はい、こんな感じのね、まあ土台のパーツですね、乗り場の土台のパーツになります。で、組み立てちゃいましょう。まあ組み立てはね、もうほんとすごく簡単ですね。ここに穴開いてるんで、この部分によいしょ、支柱を3本立てます。はい、こうして、一応ちょっと素材的にそんな丈夫なものでもないと思うんで、気をつけて差し込んでいただいて、で、屋根のパーツを、前後はあんのかな、これ前後なさそう、まあ、なので、よいしょ、ポンと上にはめ込んであげるだけですね。屋根ちゃんとつくかな、あ、そんなに
覗き込んでまでしなくても大丈夫っぽい。はい、これで出来上がり。おー、素晴らしい。はい、タクシー乗り場できました。これもまた映えるな、素晴らしいと思います。まあこんな感じのセットになっておりました。ちょっとフィギュアたちみんなこけちゃってますか。さあではちょっとね、いい感じの風景作りますか。さあでは行きますけど、待ってる感じにするとなると、すいませんフィギュアさん、すいません。はい、こうですよね。でこうでしょ、タクシーこう待ってるんですよ。こっちではないよね、こっちではないよ。だからでもタクシーの顔見たいからこうしようかな、こう待ってもらう。でタクシー乗り場の看板が多分後ろら辺にしときましょう。いい感じになってきた。ちょっと主張する、この辺置いとく。でも前かな、でも 前な気もする。でキャリーバッグを持ってるお姉さんをセッティングしていこうかな。これですね、足のプレートを、どっちがどうだ、プレート間違えてた。あ、これプレート置いて上からこうすればいいか。あ、これでほら簡単に、ちょっと見えにくいかもしれませんけど、立つことができますね。でタクシーちょっと後で置こうね。看板もちょっと一回避けといて、で、お姉さんがタクシー乗り場に急いでるところ、なんだかんだでやっぱ難しいから。お姉さんのセッティングはなんかうまいこといかない。よしよし、これでとりあえず優しく置いとこう。置いといて、キャリーバッグを持たせるのがすごい難しい。お姉さんそしてめっちゃ斜めってる。これよいしょ、これ結構な難易度よ。はい、一応やっと1体目やっと1体目できました。で次お兄さんね、次お兄さん、通行人のお兄さんはまあまあキャリーバッグ ないし、割とこれは簡単にいかない。簡単にいくかなと思ったんやけどね。ぐっと足をはめ込めば大丈夫かな。あれもうこういうのやってこなかったからやっぱ難しいっすよね。あ、ガチってなるわけじゃないから、とりあえずこっちにそっと置いて、で通行人やからね、言っても通行人やからさりげなく置く感じがいいかな。よしよし、あ、もうちょっとでいけそう。てかキャリーバッグのお姉さんね、意地でも動かしたくないんで。あー、これはむずいわ。これはむずいぞ。屋根一回取ろう。屋根取っていいのかどうかわかんないけど、よし、来まして、立たないよお兄さんが。よし、いけた。あめっちゃ難しい。よし、あ何回やんの同じこと。いや、お姉さんの方が簡単やったな。さっきここやったらうまいこと言ったんですけどね。とりあえずすげえ難しい。で意外とお姉さんは安定してるね。なんですけど、ここにさらに屋根とかつけていかなきゃいけないんで、お兄さんに振動を与えないように屋根をなんとかつけたい。ついてないもんね、これまだついてないのよね。オーケーだ。ちょっとやっぱ屋根つけた状態の方がいいな。え、めっちゃむずいっすけどこれ。しかも屋根外したらもう一回つけるのが大変。ちょっと待ってよ、負のループやなこれ。もうね、お姉さんもこけたからね、とりあえずやり直しよう。一回ちょっとやり直し。屋根は外しちゃダメ。はい。もうどうしよう、すげえ難しい。多分お姉さんはね、もう簡単にいけると思うのよね。意外としっかりね立ってくれるんでね、お姉さんは多分大丈夫なんですよ、この感じで。 OK。 でこの兄ちゃんよ、このお兄さんがね立ってくれないのよね。立ってくれ。オッケー、いけた。もうここまで来たら勝ちでしょ。で、あと運転手さんとサラリーマンやから、サラリーマンがタクシーを待っている感じにして、ちょっと箱通りの並びになっちゃうんですけど、はい、タクシー置くしょ。タクシー置いて、で乗り場が後ろなんですよね。で、あ、でもこれちょっと違うな。タクシーこっちだ。タクシーこっちやな、こうじゃない。よし、このままうまいこと回転できるかな。もうお兄さんこけたし、もうこうなんですよ、タクシー乗り場の。そうそう、道路側がこうだったんで、またやり直しになっちゃうんですけど、こっちだって。これ日が暮れそうなる。とりあえずお兄さんを立たせて、でお姉さんキャリーバッグね外れたから、お姉さん、後で見えるようにちゃんと所感高いからね、こうしとこう。 OK。 でタクシー置くでしょ、タクシー置くでしょ。もうゴールです、もうゴール。ほらタクシー置いて、で、あ、ちょっと待って、サラリーマンのおじさんがこの辺に立ってるみたい。はい、こうしてタクシー置いて、乗務員さんね、ちょっとセンスないから本当に箱通りですいませんけど、はい、 OK。 はい、これでやっとできました。タクシー乗り場並べれました。いや、もうめっちゃなんか
すげえ大変やったね。僕がまあ不器用なせいもあるんですけども、もうお兄さんを立てるのがちょっと大変でしたね。ただまあね、こんな感じでパッケージ通りにはまあちょっとねなっちゃうんですけども、並べてみるとはいこのようになって、なかなかほらねいい感じじゃないですか。タクシー乗り場感すごい出てる。なのでもうちょっとこのまま僕はサムネイルの撮影をしたいと思うんですけど、これ動かしたくないです。いやー素敵なね、今回もねジオコレになってるんで、これ見てね気になったという人はまあ、ぜひ買ってみてください。一応あの Amazon リンクの方はですね、動画の概要欄に貼っておくんで、ぜひねそちらからもねお値段とかねチェックしてみてください。まあ、ということでね、本当にこれねなかなかね大変でしたからね、今回はねこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆さんもねチャンネル登録やねコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと Twitter やねインスタ、そしてね最近では LINE の公式アカウントの方でそちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。